私は日本人のための政治を訴えさせていただいております。今学費に苦労されている日本人の学生の方も多いとは思いますけれども、文科省の外局の日本学生支援機構というところが日本人学生には奨学金を貸し出しております。約450万円貸し付けて10年以上かけて600万円を取り立てる、文科省の外局日本学生支援機構は、支援するどころかですね、年間50億円の利益を出しております。つまりやっていることは日本人学生の支援ではなく、ただの学生ローン、巨大な学生ローンの組織であります。一方ですね、日本人の学生には貸し付けて利子を取って取り立てていますけれども、一方外国人の留学生にはどうしているかと申しますと、年間約380万円くれてやっています。これ文科省の外務省の制度なんですけれども、日本人学生には奨学金を貸し付けて厳しく取り立てているのに、外国人の留学生には毎月毎月30万円以上、生活費、学費、医療費、家賃、その他をくれてやっているという非常に不公平な現実があります。外国人留学生にくれてやるお金があるんでしたらば、国立大学の学費をもっと下げられるはずであります。日本人学生にもお金をあげている年間380万円ならば私も文句を言いませんですけれども、日本人学生からは貸した金を取り立てて、外国人留学生にはただでくれているという不公平が私には許せません。外国人留学生の超優遇をやめるべきであります。あまりに日本人学生がかわいそうであります。これは日本人差別を政府が行っているということであります。どうして日本と日本人が蓄積した学問を外国人に分け与えなければならないんでしょうか。しかもお金を払ってまで無理やり留学生を呼んでいるという現状はですね、非常に不自然であります。文科省は天下り先として学校が多ければ多いほど良いのであります。そして子どもと学生が減っているので、潰れる学校を延命するために自分の天下り先をなくさないために、外国人留学生にお金を与えて通ってもらっている。私の住んでいる池袋に東日本国際大学という福祉の学校があるんですが、そこの学生は半分以上中国人であります。留学生がいなければ潰れる学校がたくさんあります。文科省はそれでは困るわけです。自分の天下り先が
なくなってしまいますから、文科省の官僚はですね、今だけ自分だけ良ければいい、こういう考えで留学生にどんどん税金を流し、本来潰れるべきの必要もない学校を生きながらえさして、ここでかかった税金は我々日本人の血税であります。文科省の官僚は自分たちの子や孫もこんな無駄な税金の使い道のために税金を払わなくてはいけないということをせっかり忘れた連中であります。外国人の留学生の超優遇、目玉が飛び出るような超優遇は今すぐやめるべきであります。そのお金があるのでしたらば、日本の学校の学費を安くすべきであります。アメリカやカナダなどと同様に外国人に対しては学費を倍にすべきであります。どうせ留学生は日本で学んだことを祖国のために役立てて日本のためになんかなりゃしません。日本の文科省の官僚の退職後の餌になるだけであります。日本人のための政治を外国人留学生の超優遇を今すぐやめてもらいたい。靴沢はそう考えております。